雪山、原生林、清らかな湖、友好的な人々、そして美味しいメープルシロップ。そう、ここはカナダです。そんなカナダに新しい特色が生まれそうです。それは世界最古の水。2016年、研究チームがオンタリオ州キッド鉱山にて地下 3km の深さまで掘削を行ったところ、そこから大昔の水が発見されたのです。それは少なくとも20億年以上前の水であると予想されています。新鮮な水と呼べるのでしょうかね。この水は800万平方キロメートルに及ぶカナダ縦上地の地下深くの洞窟で見つかりました。ここは世界最大の縦上地で、プレート移動がほとんど起こりません。そのために水はずっと残り続けていたのでしょう。採取された水を分析すると、中にはヘリウム、アルゴン、キセノン、そしてネオンなどの気体が溶け込んでいることが分かりました。この水は外部から隔離された状態でした。水の中には何十億年も前の微生物の痕跡まであったようです。これは失われた過去の世界を呼び覚ます画期的な発見でした。生命維持に欠かせない水が地中深くで見つかったのであれば、火星などの惑星からも同じように水が見つかる可能性があることになるのですからね。ポイントネモは地球のすべての陸地から最も離れた場所です。正式名称は到達不能極。あまりにも陸から離れているために、最も近くにいる人間は宇宙ステーションにいることになります。宇宙ステーションは高度 400km の地点を飛行していますが、このポイントから最寄りの陸地までの距離は 2687km あります。名前が難しいために、この場所にはポイントネモというあだ名が付けられました。その由来は海底2万マイルのネモ船長。ネモとはラテン語で誰でもないを意味し、人のいないこの場所にはうってつけの名前です。ポーランドグリフィノにあるゆがんだ森では、400本もの松の木がありえない曲がり方をしています。この松は1930年に植えられたもので、木の根元からほぼ90度にまでかしいだ後に、まっすぐ上へ向かって伸びています。中には1から3メートル横に曲がって生える木もありますが、どの木も健康状態は良好。15メートルほどの高さにまで成長します。この曲がった松の森は、まっすぐ生える松の森に取り囲まれており、ここの松だけがなぜ曲がって生えるのか、その謎は解明されていません。気象条件や人の手によるものだという仮説が唱えられていますが、確たる証拠はないようです。ハムザ川は世界最大級の川で、アマゾン川の真下を流れています。地中 4km の地点をアマゾン川よりも大きな川が流れているのです。アマゾン川は毎秒1億3300万リットルの水を大西洋に流していますが、この川は毎秒380万リットルにとどまります。流れに乗るしかない。川はアマゾン川とほぼ同じ 6000km の長さで、学会を驚かせました。幅は 200km から 400km ほどの幅と考えられており、アマゾン川の 1km から 100km の幅に比べるとかなりの広さになります。クリスタルの洞窟は2000年にメキシコチワワ州の亜鉛鉱山で排水作業が行われた際に発見されました。そこで見つかったのは巨大な石膏の水晶で、長さ10メートル、幅1メートル以上ものサイズがありました。その純度が高すぎたため年代の分析は困難でしたが、研究チームは5万年前の微生物を結晶内から発見したと主張しています。5色の川といわれるキャノ・クリスタレス川はコロンビアの自然遺産の中でも最も素晴らしい存在です。一帯には滝や池、洞窟などが広がっていますが、川は神秘そのものです。毎年7月から11月にかけて、川は黄色や緑、青、黒、そして赤に彩られます。それはまるで流れる虹のようです。川底に生える赤い植物が色の原因を作っています。その他の色は黒い石、緑の藻、そして透明の水と黄色い砂によって生み出されています。色はその年の降水量や気温、日照時間などによって植物の成長が変化するため、年ごとに違います。
1年のその他の時期は川全体がくすんだ緑色になります。ハワイの研究者たちは赤い藻の一種が海中やサンゴ礁の中で音を立てていることを発見しました。もともとこの音はエビが立てている音だと考えられていたのですが、藻のある場所で発せられた音と泡の動きを観察した結果、違うことが分かりました。藻は養分のために光合成を行い、その表面に空気の泡が生まれます。この泡が離れるときに破裂音が起こるのです。この藻に覆われすぎてしまうとサンゴ礁は死に絶えてしまいます。光合成によって音が生まれるという発見はサンゴ礁の保全を行う上で有効な発見だったと言えるでしょう。藻があらかじめ増える予兆を教えてくれることでサンゴ礁を守れるようになるのです。2018年3月にケニアのグレートリフトバレーを襲った雨と地震は大きな亀裂を地面に生み出しました。その亀裂は数キロほどの長さがあり、幅は場所によって15メートルにまで達しました。亀裂はまるでアフリカを真っ二つに割ろうとしているかのように走っています。アフリカ大陸は2枚のプレート、ヌビアプレートとソマリアプレートの上に位置しています。地球の地中深くでは動くマントルの力によってこの2枚のプレートには引き離す動きが働きます。それにより地表では大きな亀裂が生まれるのです。巨大な大陸が真っ二つに分かれるには何百万年もの時間が必要ですが、実際に分かれる頃にはその間に巨大な海が出来上がることにもなります。インドネシアやパプアニューギニア、フィリピンの熱帯雨林に生息するレインボーユーカリはゲームやファンタジー映画から飛び出してきたかのような外見をしています。高さ75メートルにまで育つこの木の皮は年代によって緑、水色、オレンジ、紫、赤などの縞模様に彩られていきます。皮が剥がれ落ちると内側から緑色の皮が覗き、その外見が変わるのです。インド洋に浮かぶ美しいモーリシャス島には目を疑う光景が広がっています。空からこの島を見下ろすには飛行機に乗る必要がありますが、そこで見える水中の滝のような光景は海岸から海へと流れ落ちる砂によって生まれています。砂は島南端の地中深くの暗がりにまで落ちてゆきます。島周辺の海は最大でも150メートルの深さしかありませんが、ここだけは何キロもの深さがあり、それにより滝のような幻想が生まれるのです。この棚は数百万年前からあるものですが、海底で広がったのはごく最近のことです。アマゾン川の歩く木は最もユニークかつ謎めいた植物です。木は必要な太陽光を求めて動きます。これらの木は新たな根を生やし、それが古い根と置き換わることで歩くような動きを見せます。そうして明るい場所を探していくのです。新しい土壌に根が張ると木はその方向にかしいでいき、古い根が地面から引き抜かれます。より良い土と日光を求めて動くプロセスには数年ほどの時間が必要な場合もあります。これは木が1日の間に数センチメートルずつしか動かないためで、1年の移動距離は20メートルほどになります。この木を庭に植えたら大変ですね。今年はここにいたのに来年には違う場所にいるかもしれないわけですから。コスタリカ南部、その森の中には丸い石が300も点在しています。ボーリングの玉程度のものであるかと思えば15トンのものもあります。その作られた目的や作られた年代は未だに謎のままです。1930年代に見つかったこの石は発見されるや世界各地に持ち去られましたが、1970年代頃にようやく保全活動が開始されました。石についてのほとんどは謎となっていますが、考古学的にはそれが花崗岩に似た花崗戦力岩から作られていることが明らかになっています。ほぼ完璧な球体の石は小さな石器で削られることで形作られたのではないかと言われています。エチオピアのダナキル低地の光景はまるで別惑星のようです。溶岩だまりやネオンカラーの温泉、平たい潮の平地が広がるこの場所は年間の平均気温が世界で最も高く 34.4 度です。一帯は毒ガスに包まれ酸の池に満たされています。さらには年間降水量は20センチメートル程度で、同時に地球で最も低い陸地にもなっています。その海抜は
マイナス125メートル、地球で最も居住に適していない場所とも言われています。人間嫌いの私にはうってつけですかね。今すぐ向かわなくては。